こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、バラックについてちょっとお話ししてみようかと思うんですけども、私の住んでる町にもこれはバラックじゃないかなっていうものが、まあないことはないんですけども、ちょっと特定される住所っていうのがね、存在してないような気がするんですよ。なんとなくあの辺りっていうのはあるんですけども、正確にここの底っていう住所じゃなくてね、なんとかかんとか1丁目何番地の先っていうふうに書いてあったりするんですよね。だからこのなんとかかんとかの先っていうのは正確な住所がないんで、そういうふうに書くしかないのかなと。昔ね、ソフトバンクの孫さんが無番地っていうところに住んでいたっていうふうに言いますけども、あんなね、隠語ではないですけども、まあ郵便局の人とかね、新聞の人も配れなきゃ困るんで、なんとなく目安をつけていたところがあると思うんですよね。で、私がね、このバラックっていうのにちょっと関心を持ったのが、まあ、戦争が終わっていろんな人が復員して帰ってきますよね。そして当時は不動産屋さんとかそういった取引市場もきちんと復活回復してなかったんで、まあ、適当なところに縄を張ったり、適当なところに小屋を建てて、はいここ私の土地ねっていうふうにやったのが縄張りの始まりっていうふうに言われてるんですが、まあその時にね、もう広大な土地をバーンと占拠して、そこに闇市を作っちゃったとか、そこを仕切っているっていうのが、まあなんかね、商売の始まりといいますか、いわゆる家業の始まりっていうのかな、まあそういった曖昧なところから日本の歴史っていうのは再スタートするわけなんですけども、しばらくして疎開していた人が町に帰ってくると、あらあら不思議、自分の土地が誰か関係ない人によって占拠されて商売が平和に行われてるじゃないかということでね、おちょっと待ってよ、俺の土地だそれ返してよっていうこともできなかったりしてる人がいたらしいんですよ。まあそういう中で、まあ揉め事っていうのが起きますから、ある時は、まあ、いわゆる裏稼業の人がその島をね争って対立をしたり、話をつけたりとかっていうのがあったり、縄張りで用心棒がいたりとか、まあ、いざこざってあったと思うんですよね。でもだんだん日が経って時間が経つにつれて、まあ、全部を返せとは言わないけど半々でやっていきましょうやとか、まあ、退去はしてもらうけども一定の引っ越し代金とかその土地をね、まあ、守ってくれたお礼を渡しますよみたいな感じで折り合いをつけていって、まあ縄張りを主張している人が居座るのもよし、縄張りを主張している人が離れて元の持ち主に返すのもよし、まあ何らかの利権を残しながらお互い様でやっていきましょうっていうふうに落ち着くのもよしみたいな感じで進んできたと思うんですよね。でそういうふうな、まあいわゆるね、土地をね取り合うところはまだ良かったんですけども、例えば復員してきてどっかね、川の隅に住んでました、橋の下に住んでました、でそこは残念ながら人の行き来がそんな盛んになるわけじゃなくて、どちらかというと身寄りのない人がね集まる場所になっちゃったみたいなところが今でも続いているのがバラック、いわゆる不法占拠ですか、法的には不法占拠していて、誰の土地の所有権もないにそこに住み着いちゃったよ、そしていつの間にか電気も引いちゃったよと、いつの間にかプロパンガスを持ってきて水道も引いちゃったよみたいなところが、まあ日本全国各地にねまだあるらしいんですよ。でそういうところをたまに私も田舎道行くときに見つけちゃったりとかしてね、あこれはもしかしたらと思うわけなんですよね。最初は長屋みたいなものを見て、あなんか古い建築だなと思ったんですけども、そればかりではなくって、もう完全に不法に建てて、法的にはで住み着いちゃったんで、もうそこがなんとなくね、客観的にも法的にもその人の所有物になってしまったっていう流れもあったりとかして、でそこで生まれたお子さんが、まあ、元気に就職したりとかね、社会活動を送っている中でもう完全に所有権はその人にもうあるんじゃないかなというところもあります。で今回ね、まあ聞いてみたいなと思ってるのが、これ一般公開動画なんで、ちょっとお名前は出せないんですけどね、聞いてみたいなと思うのが、まあ、どなたか答えてもらってもいいんですけども、このバラックっていうのは今ね、都市の再開発によってどんどん撤去されようとしています。その時にそのバラック小屋とか、そういったね昔の住まいの集合体、集合住宅みたいなところを立ち退く人っていうのは一体どこに行くのかなってことなんですよね。もちろん市民権も持ってるでしょうし、人権もあるでしょうから、行った先のことは知らないよってことにならないと思いますけども、ある人はいわゆる貧困ビジネスって言ってね、なんかそうタコ部屋みたいなところに突っ込まれて、でそこで生活保護費をピンハネされながらなんとなく生きていくみたいな暮らしに入っちゃったりとか、まあ、あとはねそれを機会に体をきれいにしてね、
新しい社会生活を送っていったりとかすると思いますけども、そういう時にいわゆる家業の人っていうのかな、そういう人はどういうふうに関わっているのか、もしくは特に関わっていないのか、この辺がお分かりでしたらね、ちょっと教えていただきたいかなと思います。というのもね、やっぱりね、表と裏って分け方は変なんですけども、まああえて言いますけども、表と裏の両方が存在することによって世の中はうまくバランスが取れているところもあると思うんですよ。例えば大企業のプロジェクトである土地を所有しなければならない時にね、いわゆる直接なんかこう行動はできないけども、裏の家業の人に手を回して、裏の家業の人にいわゆる汚れ仕事をさすことによって高い報酬を払って、それを最終的には自分の土地にするっていう風な表の家業ってあると思うんですよね。で、さっきのバラックの立ち退きにしてもそうですけども、表立って立ち退きをするのは大手企業ではなくて、いわゆる根回しをする裏家業の方だと思うんですよね。で、そうすることによって、表と裏のつながりがあることによってね、社会秩序もある程度保たれますし、それから一方的に汚れ仕事を押し付けることによってクリーンな会社のイメージを守りながら、その会社は大きな利益を上げることができる。そしてその利益の一部をこっそりと協力してくださった裏社会に流すことでいい感じになってるのかなと思うんですよね。それでね、事件事故に関しましてもこういうふうに思うんですよ。これ2つ目の質問になるかと思いますけども、だから裏陰の方がそういったバラックとか立ち退きとかにどう関わってるのかなってこととね、あともう一つは何かっていうとね、例えば大きな事件が起きました、警察の捜査能力には限界があります。そういう時に裏家業の人に、おいおい、こんな事件があったんだけど、なんか情報知らねえかっていうふうに聞くことによって、裏家業の人が全国にね、その道の人に手を回して、お、なんかあれはなんとかかんとかっていう半グレみたいな連中が起こしてるらしいぞと、根城はここであそこでなみたいな情報をもしね、警察の方に流せるんだったら早期事件解決になるかなと思うんですよ。そういうふうに、蛇の道は蛇じゃないですけどもね、蛇の道は蛇じゃないんですけども、裏家業のことは裏家業の人が詳しかったりするんで、事件解決にものすごくね、力になったりとかするのかなと。で、そういったところでいわゆる裏の取引もあったりとかして、最終的にはね、そういった必要枠を使いながら社会のバランスが取れていける部分があるのかなと思うんですよ。ね、どうなんですかね、そのいわゆる私たちの社会が成り立つには、いわゆる表で権力を振るう方もいればね、裏で権力を振るう方もいて、それでなんとかなってるんじゃないかなと思うんですよ。産業廃棄物の問題ですとかね、化学薬品の投棄の問題ですとか、実はね、最近ね、私ね、失礼します、 Google マップで近所に不思議な山あいのですね、工場みたいな屋根を見たんで、まさにバラックの屋根だったんですけども、行ってみたんですよ。そしたら、もともとは医療機関があったり産業廃棄物の工場があったところが閉鎖になっていて、それでも今ね、稼働してるらしくって、門扉が開いたり閉まったりしてる形跡があるんですよ。で、おそらくそこではですね、わかんないですけども、非常に難しい産業廃棄物の保管場所、いわゆる廃棄場所になってるんではないかなと思うんですよ。一時保管という名目を取りながら、そこで事業を行っている会社の方っていうかね、そこを仕切ってる方が実質的にはそこに放置しているんではないかなと思うんですよね。で、そこには現場にはヤードが高く建てられていてね、要するに壁みたいなのが途端でバーッと建てられていて、中が全く見えないんですよ。そこではどんな産業廃棄物が持ち込まれたり、どんなね、例えば、極端な話ですけども、拳銃とか武器とか手榴弾が作られててもわからないですし、どんな人がその中にいるのか、要するに不法滞在者とかがいるかもしれませんし、前科者をかくまってるのかもしれません、指名手配犯人とかね、そういうふうな結構な広い土地に、出入りがたまに行われているっていうのが、分かる土地があるんですよ。もちろん私の妄想かもしれませんけどね、場合によってはそういうことも可能だなと。この山奥に本当にね、関係ない人は通りすがることがないんですよ。で、もともとは病院とか工場があった結構な土地の広さ、それが時代とともに必要なくなって、その施設が放棄されて空き家になって、その中に別のね、活動体が入っていて、様々できているのかな。当然電気や水道とかガスが来てますんで、
何かの活動するに不自由はないんですよ。それで大きな音を立てても周りには誰もいませんし、通りがかりもいませんしね、うん、まあ本当に考えを伸ばせば拳銃の練習もそこでできると思いますしね、うん、まあ、だからね、まあなんかこれは全部想像ですよ、想像ですけども、そういったあれ随分前に使われてないはずのところに看板もかかってないのに何か活動の今現在進行形で活動してる形跡があるなみたいなところがあるんですけども、それはどういうふうに使われてると思いますかってことなんですよね。今お話したのは私の想像です。これもテレビの見過ぎかもしれませんけども、もしねお心当たりがある方がいらっしゃったらお知らせいただければ幸いですということで、特定の一人の方へねメッセージを送りつつ、まあついでにお気づきの方にも何かねこんなことじゃないのっていうふうなことがあればコメント欄もしくはメールの方で教えていただければと思います。それでは本日は以上です。